私の名前はさやか、43歳です。20年前に結婚してからずっと専業主婦をしています。一人息子はとっくに自立、今は夫と義母と3人暮らしです。夫の明夫は亭主関白なところがあって、女は家の仕事をしていればいいんだと、私が外に働きに行くことを嫌がるんです。だから私はこれまで一度も働いた経験がありません。同年代の人たちが外で働いているのを見るとちょっと羨ましく思います。生活自体には特に不満はないのですが、最近同居の義母が口うるさくてへきへきしています。さやかさん、この埃掃除くらいきちんとなさい。3年前に義父が他界してから、義母はやることがないせいかひどく口うるさくなりました。以前はお互いに干渉せず、なかなかうまくやっていたのですが、今では私の一挙一動が気に入らないようで文句ばっかり。明夫は生活のために頑張って働いているんだから、気持ちよく過ごせるように家の中ピカピカにしておきなさい。でも私だって手抜きしているわけじゃないんですよ。毎日掃除機をかけて床だって雑巾で拭いてるし、暇さえあれば棚のほこりだってきれいにしています。それなのに義母ったら重箱の隅をつつくように1ミリのほこりさえ許さないんです。義母は私の手料理も気に入らないようで、いつも嫌味を言われます。あら、この煮物しょっぱいわ。さてはさやかさん、私に病気になってもらいたいのね。そんなことすみません、次からは気をつけます。すべてがこんな調子で朝から晩まで文句ばかり。明夫に相談してもまともに取り合ってくれません。もうお母さんたら私に文句言うのが生きがいみたい。同じ家にいると息が詰まっちゃう。まあまあ、お袋も親父がいなくなって暇だし、お前だって別にやることもないんだから、お袋の相手ぐらいしてやれよ。主婦は暇だろ。だから仕事が見つかってちょうどよかったじゃないかよ。はあ、やることがないって。掃除に洗濯、買い物にみんなの食事の用意と毎日忙しく働いているんですけど。どうも明夫は主婦の仕事を見下しているようで、私が毎日3食昼寝付きの優雅な生活を送っていると思っている様子。そんな優雅な生活を送るほど生活費ももらっていないんですけどね。明夫はいつもギリギリの生活費しかくれないので、やりくりも大変なんですよ。仕方ないので、私はなるべく義母と顔を合わせないよう、日中は別々の部屋で過ごすようにしています。そんなある日、義母が階段から滑って転げ落ち、足を骨折してしまいました。全治3ヶ月と診断され、入院も勧められたのですが、専業主婦の私が家にいるからと、義母は強引に家に帰ってきました。病院なんて辛気臭いところにいたら病気になっちゃうわ。どうせさやかさんは一日中家にいるんだし、面倒見てちょうだいね。はあ、相変わらず自分勝手で、お願いしますの一言もありません。明夫も私が面倒を見るのが当然という顔。義母は一人では歩くことができず、トイレに行くにも介助が必要な状態です。がっちりとした体格の義母を介護するのはなかなかの重労働。それなのに本人は全く自覚なしで、一日に何回も起き上がったり横になったりを繰り返すものだから、私の体力は限界です。明夫も土日ぐらいはちょっと手伝ってよ。このままじゃ私の腰がやられちゃうわ。そう言って頼んでも明夫は知らんぷり。介護なんて女の仕事だろ。それにお袋だって俺には迷惑かけたくないって。介護くらいお前がやれよ。お前さ、仕事してないし他にちゃんとできることなんてないんだから、せめて介護くらいしろよな。文句ばっか言うなよ。昔の明夫はこんな冷たいことを言う人じゃありませんでした。亭主関白でも私のことを大事にしてくれたのに。俺もさ、仕事で疲れてるんだから、家のことはお前に任せてるし、お前は他にやることもないんだから、それくらいやれよ。俺が稼いでこなかったらお前は飯さえ食えないんだぞ。それなのに介護手伝えって生意気な口聞くな。怒鳴りつけられて私はすっかり気落ちしてしまいました。もう吐き寄ったらひどい。私の体のことなんてどうでもいいの？それでも義母の介護は待ったなしです。
私は朝から晩まで義母につきっきり。寝たきり生活が続いたせいか、義母は体力がめっきり落ちて、だんだん物忘れもひどくなり、心配して病院で見てもらったところ、初期の認知症と診断されてしまいました。やっと足が治っても、義母は以前のように歩いたり、自分の身の回りのことができなくなっていました。なんだか症状が進んできたみたいで、ご飯食べたこともすぐ忘れちゃうのよ。足もすっかり弱ってしまって、家の中を歩くのもおぼつかなくて、いつも私が見ていないと。ちょうどよかったじゃないか。え？お前、いつも家にいるし、お袋だって病院は嫌だって言ってたんだし、お前が面倒を見ればいいんだよ。ただ飯ぐらいなんだからさ、俺の親の面倒くらい当たり前に見ろよ。そんなこと言っても、ずっとつきっきりは大変だし、私一人で何でもは無理よ。おいおい、甘えんじゃねえよ。誰のおかげで今日も生きられてると思ってんだ。義母の介護を全て任せられ、私は精神的にも体力的にもかなり限界だから、この日は私も食い下がりました。でもほら、今はデイサービスとか施設もあるんだし。放っておくと何をするかわからない義母と24時間一緒にいるのは大変。腰も痛いし、私にも少しは息抜きが必要です。はあ？お前、お袋を施設に入れろってのか？そうじゃなくて、通いのサービスとか短期間預かりとかさ。さてはお前、楽したいんだな。俺は朝から晩まで働いているのに、お袋を他人に預けてのんびりか。信じられないな。ズーズーしい神経だよな。俺の稼いだ金でのうのうと暮らしているくせに、自分は楽することばっか考えやがって。この怠け者め、何のための専業主婦だと思ってるんだ。そんな明夫は私がどんなに大変か全然わかっていません。それどころか怠け者だなんて。悔しくて涙が溢れてきました。ち、今度は泣き落としかよ。あー、めんどくせ。結局明夫は私の言うことなんかちっとも聞いてくれませんでした。それどころか明夫はどんどん変わっていってしまいました。今週末も出張だから、忙しいからさ、緊急時以外は連絡入れないでくれよ。また出張？最近多いのね。ああ、なんか文句あるのか？あの、そういうわけじゃ。いちいち俺の予定に口挟むなよな。ったく鬱陶しい女だな。お前は働いたこともないからわかんないだろうけど、仕事ってのは大変なんだよ。そんな言い方しなくても。最近の明夫はひどく冷たいし、忙しいと言って全然家にもいません。そんなある日のこと、明夫の会社の人から自宅に電話がかかってきました。はい。あ、佐々木さん、いつも主人がお世話になっております。え、主人は今日出張ですが。え、はい、わかりました、伝えておきます。明夫が出張でいない土曜日、同僚の佐々木さんから電話がかかってきました。何でも月曜日の会議の予定が変わったとかで、携帯にかけても通じなくて自宅に電話をしたそうです。私には出張と言って出かけたのに、実際は出張なんてないって言われたし、さすがの私もピンときましたよ。明夫のやつ、こりゃ黒に違いないわ。私は少ない生活費からコツコツ貯めていたへそくりを持って更新所へ。そうしたらやっぱり、明夫ったら職場の直美という女性と不倫していたんです。今年入社したばかりのまだ20代の子です。50近いおじさんが20代の子に手を出すなんて信じらんない。キモすぎ。仕事なんか定時に終わっているのに、毎日直美のマンションに直行、土日も入り浸りでした。何が朝から晩まで働いてる、仕事で忙しいだよ。もう嘘つきめ。人にはケチって生活費ギリギリしか渡さないくせに、直美にはブランドバッグ買ってあげてるんじゃん。はあ？ふざけんな。もちろん離婚の二文字が頭をよぎりました。でも働いたことのない私がこの年で雇ってもらえるわけもなし。なけなしのへそくりも更新所で全部使っちゃって、弁護士を雇うお金なんて一銭もありません。やっぱり私は
明夫に養ってもらって生きていくしかないんでしょうか。はあ、どうすればいいの。悶々と過ごすうちに数日が過ぎてしまいました。そんな今日も義母は絶不調でも、寝たきりになっても私への嫌味だけはしっかりと忘れずにいるんです。あっつい、年寄りにこんな熱い味噌汁飲ませてこの嫁は私を苦しめようってんだね。ギャー、誰か助けて。ちょ、お母さんやめてくださいよ、人聞きの悪い。私が寝たきりだからって好き勝手して、この盗っ人が盗んだ私の財布返しておくれ。いくら認知症とはいえ、こんなに世話をしているのに報われるどころか盗っ人扱いされて、私はぐったり。明夫は相変わらずナオミとかいう女のところに入り浸っているし、そんなある日、何もかもが嫌になって落ち込む私の元へ一本の電話が。もしもし、はい、私ですが。ええ、はい、はい、はい。え?電話の相手は弁護士さんでした。実は私の母には長い間音信不通の姉がいました。もう両親は亡くなっているので、私も詳しくは聞いたことがないのですが、奔放だったおばは若い時に家を飛び出して、その後は行方知れずに。最近になってそのおばが天涯孤独のまま亡くなり、唯一残された親族の私に遺産が託されたということでした。その額なんと5000万。これだけあれば私一人でもしばらくは生きていけそう。やったー、まるでドラマのような展開ですが、この幸運を逃すもんですか。よし、こうなったら明夫にはしっかり復讐させてもらいますよ。私は義母の介護をしながらじっくりと明夫への復讐計画を練ったのです。1ヶ月後。本日は我が社の創業50周年パーティーへようこそ。皆さん、美味しい料理と楽しい会話を楽しんでください。今日は明夫の会社の創業50周年パーティーです。明夫ったら私には一言も教えてくれなかったんですよ。昔から仲の良かった佐々木さんの奥さんが、さやかさんは何着ていくのかしらって聞いてきて、私も初めてパーティーのことを知りました。絶好のチャンスが巡ってきたってわけです。もちろん明夫には内緒で参加しますよ。会場内に入るとすでに顔を赤く染め、上機嫌の明夫の顔がありました。私はそんな明夫の後ろからポンと肩に手を乗せてやりました。ほら、あなた随分とご機嫌ね。私の顔を見た明夫はぎょっとしています。お前なんでここに。おふくろの世話はどうしたんだ。お母さんはショートステイ先にお願いしてきましたよ。プロの方に任せてきたから安心よ。もうどうせ私の名前すら忘れちゃってるし、私にお世話されてるよりも快適だろうしね。そんなんでお前がここに。え、だってあなた社長賞もらうんでしょ。佐々木さんの奥さんがわざわざ連絡くれたわよ。まさか妻の私が一緒に出席しないわけにはいかないわよね。さすが毎週末出張して仕事してるだけあるわね。業務命令も出てないのにわざわざ自費で出張なんて、仕事熱心なのね。それに毎日終電まで残業してるしね。一体どんだけ残業があるのかしらね。残業ばっかりなのに残業代は出てるのかしら。ひ20年も一緒にいるんですもの。私はあなたのこと全部お見通しよ。今日のことだってどうして一言も教えてくれなかったのかしら。それはもしかして隣のこの子に遠慮したとかね。ナオミさん23歳で福岡県出身、弟が一人いるのよね。明夫のことはアキリンって呼んでるんでしょ。私は明夫の隣に座るナオミを指さして言いました。更新所からもらった写真で顔は確認済み。ナオミはもはや青ざめています。お前何言ってるんだ。ナオミさんに失礼だろ。ほら、いつものようにナオタンって呼んだらね。ナオタン、ひぐっ。だって私とは近いうちに離婚するから待っててくれって言ってるんでしょ。お母さんも施設に入れるから面倒を見なくていいって。まったく、私と離婚したら施設に入れるってどういうこと。
私には散々面倒を見させているくせに。なんでそんなこと。秋夫はガタガタと震えて今にも倒れそうです。まあそうなったら私に慰謝料を払わなくちゃいけないことくらいいくら若いからって分かってんのよね。ねえナオタン。ナオミは唇をかみしめてうつむいていました。そんなお前でたらめばかり、証拠もないのに何言ってるんだ。あら、証拠もなしにこんなこと言うわけないでしょうが、私は持っていた封筒の中身をテーブルの上にぶちまけました。そこには路上で抱き合っているところや豪華な食事をしているところ、手をつないでテーマパークでデートする2人の写真が、もちろん更新所の人にしっかりと証拠写真も撮ってもらっていましたよ。気がつくとテーブルの周りには人だかり。はあ、会社中に不倫がバレちゃったわね。私ちょっと用事が。そう言うとナオミはそそくさと席を立って会場を出て行こうとしました。待ちなさいよナオタン、あんた秋夫だけじゃなくて経理の山岡さんと総務の平泉さん、営業二課の片山さんともいい関係よね。あふぅ。何あら、アキリン知らなかったの？アキリン以外の男たちはみんな知った上での関係なのに、アキリンだけ仲間外れだ。ざまあ。そんなはず、そんなの嘘だ。ち、まさか俺とのことは遊びだったのか。あんた本物のアホね。すると秋夫は急に手のひら返ししてきたんです。自分が遊ばれてると分かって便利な私を手放すのが惜しくなったんでしょうね。ちょっと待ってくれ。さやかすまなかった。ほんの出来心だったんだ。許してくれ。俺心を入れ替えるから。は？ふざけんなよこのクソ野郎が。今まで私にこんなこと言われたことない秋夫はここでまさかの逆ギレ。お前自分の言ってることが分かっているのか。お前なんか俺が見捨てたら生きていけないんだぞ。家でおとなしくお袋の介護してりゃいいんだよ。俺が稼いだ金で生きてるだけの主婦のくせに生意気言いやがって。女のくせに嫁のくせにふざけた口聞いてんじゃねえ。家にいる調子で私のことを怒鳴りつける秋夫に周りの白い視線が突き刺さります。ああやっちゃった。不倫した上に私を怒鳴りつけちゃって、こりゃ印象最悪だわ。やっと周りの視線に気がついた秋夫はハッとしたけど時すでに遅し、取り囲む顔の中には社長の姿もありました。君、お母さんの介護をしている奥さんに対してなんてことを。おまけに不倫だなんて、社長賞は取り消しだな。君と直美くんの明日以降の処遇も考えさせてくれ。あらら、社長直々に言われちゃった。そんなごめんなさい、許して。今さら何を言っても遅いんですよ。あらあら、みっともない。いつもの勢いはどうしたのかしら。あ、そうそう、私ね、おばから遺産を相続したの。これでやっとあなたと別れても生きていけるわ。威張り腐ったクソ男とはおさらばね。そんな、俺を捨てないでくれよ。自業自得じゃ、邪魔。泣き崩れる秋夫を無視し、私は颯爽と会場を後にしました。はあ、すっきりした。後日談。その後は弁護士を介して離婚話を進め、めでたく離婚成立。秋夫と直美の両方にしっかりと慰謝料をいただきました。二人とも社内中に不倫がバレ、会社に居づらくなって退職。直美はもちろん各方面から多数の慰謝料を請求され、今では借金地獄で怪しい夜の仕事をしています。秋夫も私から慰謝料を請求され無一文。問題ばかり起こす義母を家で泣きながら面倒を見ているそうです。まるで家のことできない男がいきなり介護ですから大変みたいですよ。秋夫はみるみる痩せ細って、今や見る影もないみたい。時々 LINE が来るんですけど、その内容が笑えるの。排水口が流れないんだけど、どこに電話したらいい？母さんのおむつはリサイクルゴミで捨てるの？服のボタンが取れたんだけど、ホチキスで留めればいいの？まな板が黒くなってきたんだけど、どうして？シャンプーってどこに売ってる？食パンって魚を焼くグリルで焼くの？
電気がつかなくなったんだけど、どうして？なんて、まるでコント。大変な生活がうかがえる内容で、既読スルーしながら楽しんでます。うっぷっぷ、邪魔。私はというと、実は先週から介護士として働いています。遺産と慰謝料でしばらくは暮らせるけれど、やっぱり将来的には何か仕事をしないとと探していたら、未経験の私でも雇ってくれるって。あれだけ辛かった義母の介護がしっかりと役立ってくれました。初めての社会経験で緊張していますが、私の人生はこれからやっと自分自身の道を歩み始めました。息子も応援してくれてるし、頑張るぞ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。